こんにちは。このビデオではフランス語の直接法単純過去形と全過去形という2つの時制についてお話していきたいと思います。まずこの2つの時制は今のフランス語の日常会話ではほぼ使えません。話し言葉ではなくて書き言葉に属するんですけれども、書き言葉の中でもかなり硬い方だと思ってください。ですからフランス語の単純過去形、全過去形という2つの時制の活用形を一生懸命覚えなければならないかと言われれば、僕は個人的にはノーだと思いますね。あまり使わない以上ここに労力を割かなくてもいいんじゃないかなと思っています。ただですね、まあ強いて言えばですよ、強いて言えば単純過去形というのは後で述べる理由によって3人称で使うことが圧倒的に多いんですね。ですからこの先説明していきますけれども、三人称の活用語尾ぐらい覚えておいてもまあいいかなと思いますけれども、それも無理にしなくていいかなと思っています。まずは単純過去形の活用形ですね、作りについて見ていきましょう。大きく分けて A、B、C という3つの型があります。実はこれ以外にも例外の形がありますので、全体で3つというわけではないんですけれども、多くのものはこの3つのどれかに入ると思ってください。まず A ですね、第一軍規則動詞と言われるやつで、ウーエフ動詞と言ったりするやつですけれども、活用語尾が je chante, tu chanta, il chanta, nous chantâmes, vous chantât, ils chantèrent となっています。で、三人称が大事だということに言いましたので、それを見ていくと il chanta, il chantèrent、 この2つですね、この2つのアーとエフという部分、ここに C と言えば注目してくださいということになります。B は第二軍規則動詞とか ER 動詞というやつですね、あるいは第三軍に分類されることもありますけれども、 RU で不定詞が終わるタイプの動詞の多くがここに入ってきます。ここでは finir という動詞の例を挙げていますけれども、 je finis, tu finis, il finis、 これ現在形と全く同じですよね。スペルも発音も全く同じなんです。つまり活用形だけでは現在形なのか単純過去形なのか識別はできません。絶対できません。全く同じなので。ただ、後で説明する理屈によってこれはほとんどの場合に識別できるようになります。そして続けると、ヌフィニーム、ヴフィニット、イルフィニーフとなります。そして C ですね。不定詞が OER で終わる動詞などですけれども、これはボワーフの例ですね。飲むを表すボワーフですけれども、ジュビュー、チュビュー、イルビュー、ヌビューム、ヴビュット、イルビューフとなります。三人称複数で言うと、すべて R、U、N、T で終わりますけれども、単純未来形の場合どうでしたっけ ?R がつきますけれども、その次は O ですよね。シャントゥーホンのようにして、R、ONT になりますから、ここ気をつけてくださいね。そしてここヌーとヴーのところでアクサン記号が出てきますけれど、これは現在形とは全く違う作りになってますよね。ただ最初にお話した通り三人称が多いので、ヌーとヴーの形を見かけるっていうこともあまりないんじゃないかなと思います。続けて全過去形を見ていきたいと思いますけれども、全過去形は助動詞の単純過去形の後ろに過去文詞をつけていきます。ですから助動詞 avoir の場合には je chante、 avoir の単純過去が eu ですね。そして助動詞 être を取るタイプだと je fus allé、 être の過去文詞、 être の単純過去形が fus、 そしてその後ろに過去文詞をつけて je fus allé となっています。助動詞過去文詞で作っていきます。使い方に入っていきましょうか。単純過去形の用法ですけれども、1の A を見てください。彼は起きてカーテンを引いた、カーテンをシャッてやったと、この文脈で言うと開くですかね。 Il se leva et il tira les rideaux。 Se leva と tira が2つあって単純過去形になっているわけですね。これを1の B のようにして先頭に時の表現をつけて、 Ce matin il se leva et il tira les rideaux。これフランス語的に不自然なんです。スマタンがついただけで不自然なんですね。これどういうことかっていうと、単純過去形というのは現在とつながりのある時間帯の出来事を表すことができないんです。現在とつながりがある、現在をイメージさせるような出来事を表すことができないんです。スマタンっていう表現を日本語にしたら何になりますか？今朝になりますよね。今朝って漢字でどうやって書きますか？今の朝って書きますよね。今朝っていうのは今日っていう一日の中の早い時間帯のことを今朝っていうわけですね。ですからすごく乱暴な言い方ですけれども、日本語の今っていう漢字を使う時の表現、例えば今朝で、今朝以外で言うと今日、
今週、今月、今年とか、こういった表現にあたるフランス語と単純過去形を一緒に使うことができないんです。そうすると一人称っていうのは今を生きてますよね。現在生きているのが一人称ですよね。そしてその人に話し相手がいれば二人称になるわけですけれども、単純過去形っていうのは物語のセリフではない部分、字の文って言ったりしますけれども、字の文に出てくることが多いんです。そうすると物語の字の文で出てくるのは、〇〇はバツバツをした、彼は何とかをした、彼女は何とかをしたっていうふうにして三人称が多いんですね。ですから最初の話に戻りますけれども、統計的に言うと単純過去形、そしてそれの、まあ、複合形と言ってもいいですけれども、全過去形っていうのは圧倒的に三人称で出てくることが多いんですね。そして1の B、 スマタンっていう表現と単純過去形を一緒に使うことはできないんだと。じゃあどうすればいいのかと言われれば、これは複合過去にすれば済んじゃうんですね。スマタン、イルセルヴェエイラティレレリドにすれば全く問題ありません。そうすると黒丸の1番のところに戻っていただいて、単純過去形を覚えるのと複合過去形を覚えるのはどっちが楽ですか？複合過去ですよね。複合過去形っていうのは助動詞の部分は2個覚えればいいわけですよ。アボワールとエートルの2つを覚えれば、その2つのどちらかが必ず使われるわけですよね。でも単純過去形っていうのは基本的に全て覚えていかないといけない部分があります。そうすると単純過去の方が覚えることが多くて複雑なんです。ですから面倒くさいじゃないですか。平たく言って面倒くさいじゃないですか。なのでそういうこともあって単純過去形っていうのは使われなくなっていったんでしょうね。それに代わって複合過去がどん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 使われるようになっていったんでしょうね。でこのあたりのことについて、在学生向けには2年生以上が受講できるフランス語学論という授業の中で、まあ、ある年にですね、これ何年かおきに内容が変わっていくんですけれども、ある年にこの話しますので、そちらも、聞いてみてください。そして、最後、全過去形の用法ですけれども、2番の例ですね。デキルスフュルヴェイルパッチ、彼は起きるとすぐに出発したという例文です。前半の部分のスフュルヴェ、これがスルヴェの全過去形になってますけれども、一部の教科書参考書などに全過去形というのは単純過去形が表す出来事の直前に行われたこと、直前の出来事を表すんだという説明が書いてありますけれども、それはですね、不正確です。直前で表すことを、直前であることを表しているのは全過去形ではなくて、デクという時の表現なんです。〇〇するとすぐにとか、〇〇するやいないみたいな感じの日本語に相当するデクとか、押しとくといった時の表現のせいなんです。あくまでも全過去形っていうのは単純過去形が表す出来事の前に完了した内容、出来事を表すものだと思ってください。この先多くのフランス文学の作品などに読んでいくとですね、全過去形が表す出来事が単純過去形が表す出来事よりも前じゃないものも出てきます。ただそれはですね、話がかなり複雑なので、今日はそこまで話をしないことにしますね。今の段階では、フランス語の学習歴が浅い段階では、単純過去形が表す出来事の前に完了した出来事を全過去形が表すんだというふうに思っておいていただければ大丈夫じゃないかなと思います。そして単純過去形っていうのは日常会話の中では使わないわけですから、それと一緒に使うことの多い全過去形も使わないということになりますよね。ですから単純過去形も全過去形も、まあ、自ら努力して活用形を覚える必要性はないんじゃないかなと思っています。それではまた。